被害軽視の最たる例です。恥を知れ、恥を。それでは要点の説明をします。この度の補正予算は繰越免許費の金額を変更したものです。4ページをお開きください。これは補定点検である小学校の消防設備点検業務の完了が遅延したことに伴い履行期間を延長する必要が生じたため繰越免許費の金額を変更したものです。緊急を要したため3月31日付で専決処分いたしました。以上で要点の説明を終わります。今回財政説明会でポイントとしては2つあります。まず1つは昨年度2022年度の決算、これの概要についてお話をします。でもう1個、2つ目の方はこの町を持続可能にするためにどうすればいいのか、答えは明らかです。その話、何かといえば公共施設を減らすというお話です。この2つなんですけども、まず前段としてこれも確認なんですが、こちらのグラフから入ります。目盛りは左側で2000万からぐっと上1億4000万人まで描いてあります。日本の総人口の推移なんですね。日本の人口がピークアウトしたと、減り始めたというのはずいぶん前のニュースで皆さん知ったはずです。今も着実に毎年人口は減ってますが、この点々がですね、5年刻みなんですね。これから先の5年10年15年というのはまさに鶴瓶落としのごとく人口減少が加速していきます。でここで描いてある2050年にはメモリで言うと1億人を割り込むという見込みになってます。この人口推計というんですけども、ほぼ間違いなく当たります。条件の設定の仕方によって下振れ、要は下に外れることは起きやすいんですが、上振れ、上に外れることはまずないです。